新春恒例の東京消防庁の出初め式が1月6日晴海で行われました。花塚消防総監をはじめ消防職員ら4500人が参加。はしご車、ポンプ車など180台、ヘリコプター5機が出動し、首都東京の防災への意欲を示しました。この後会場では高さ16メートルの塔を中心に一般都民による消火訓練や特別救助隊員の本番さながらの救出活動が行われ、3万人の観客から拍手を浴びました。全国的に寒い日が続いています。火の用心に十分気をつけたいものです。